ぺじゃないか。うわぁ、ぐっちゃん、これどこ。はい、どうもみなさん、こんにちは、おもち TV のおもちゃです。ブラックです。ということで今回はですね、ビカマーレジェンドやっていきます。前回は代表戦、そしてコロンビアと、かなり激闘だったな。ウェールズとベイル、ベイルだよね、 VS ベイルですね。はい、で、スターティングメンバー、確か前回見せた時はこんな感じでフォワードだったと思うんですよ。日にち経ったらまたトップ下になったな。なんかここら辺がちょこちょこ変わる。何で変わってんの。そして上田直道がね、2人いるんすよ。1人が直通だって来てたんですけど、コメントで直通ね、直通の直道がいるよってなんかね、これバグというか、多分紙データ入れたな、でもあんま関係ないのかな。前もね、ネイマールでやった時にパウリーノ2人いたりだとかしたんで、まあ、なんかそういう感じなんですけど、まあでも気にしないです、まあ、上田が2人いることになんか別にデメリット感じないんで。まあそうやな。 OMF でちょっと前回コメントでね、下がりすぎなんじゃないかとか、はい、もうちょっと OMF だったら前にいた方がいいんじゃないかとコメントあったんですけどね、はい、このビカマレジェンドってモードは OMF だったら本来ね、確かに前見にいた方がいいんですけど、はい、本田しか操作できないんで、後のメンツをね、まあ、託してしまうとね、普通にやられてしまうことがあって、ちょっと関与させるためにね、結構、まあ、下に下げたりとかもしてるんですけど、まあ、そこら辺本田の体力と、まあ、ちょっと今回不調なんで相談しつつ、前半から様子見つつ、いつも後半しか出てないから、ちょっと飛ばしすぎて下がったりとかしてたんですけど、そうだね、ちょっとこれ見極めつつやりたいとか。いきましょう。最後さ、やっぱ疲れて取られたでしょ。まあね、バリオスに前半飛ばしていくっていうのもあるよ。そうだ、まだだね。であとコメントで闘争心つけたらどうかみたいな、そう、ね、あれはそれもありだなと思ったんですけど、考えてみればね、クラブ戻るとね、後半でしか使われないんで、やっぱスパサブが 最優先かなみたいな。2人いるからね、直道気をつけて双子がいるよ。あー、8番9番は分からない。直道と直通の方いるからね。直通、うん、パカは、あれいました。4番なんだけど、しかも、あ、また直通、またね、柏のキーパー頼むよ。ベイルどこいんだ。来るよ、そろそろベイル。あー、奥にいるね、一番奥。ベイルとイアンラッシュか。ここ5バックなんですよ。うわー、勝てえわ。だから5バック対1トップで超勝てえ試合になるから。ラムジンじゃん。だ、そこで怖い。まあラムジンもね、怖いんだけど、カウンターでのベイルが一番怖いから。ちょっと前めに、ね、すごーってきてんじゃん。さあ、いいよ。オッケー、いい。これ前走っちゃおう。はい、パス。うわ、いい。あー、惜しい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 。まだある、まだある。これいいよ。一番最初が一番先生。わー、右足。わー、右足もね。どうですか。いやー、ちょっと待って、まだ早いからまだ早いから、お前ここ、このカウンターあるから。やべえよ。あ、やべえやべえやべえ。仲間信じます。仲間信じるな。やばいやばいやばい。お、イアンラッシュやばいから。オブの、イアンラッシュやばいから。前半箇所見すごくない。OMF でね、ここ下がりたくなっちゃう、どうしても。自分関与できないからね隠すって言っても、こうやってやられちゃうっていうね。うわ、危ない。直道と直通。あ、いいよ。 OK。 いや、いいよ。これ裏の、あ、ここ、おー、いいよ、ここ。いや、ドリだな。そして、いやー、くそ、パワー。いや、不調が出てます。いや、不調じゃない、お前見極めろ。いや、もう一歩いけたか。ちょっと孵化した。あれ、でもこれ以上ないんだけどな。これ以上ないぞ、これ。いや、ちょ、なんであの外れてる。枠行こう。フリーフリー。いいよ。いや、かなりいい感じ。これ落として、いや、いい。いや、ガーガー。いや、もう一回外でも歩け。あぶねえ、これ取る。おー、なんだ、すごい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 じゃないか。うわー、お前打ってはいるけどね打っちゃいるんだけども。いや、ちょっと待って、動きがいい。ただこれ、ちょっと体力大丈夫か。いや、飛ばしすぎかもしれん。こんなにもうわさわさしてるの、近年見たことないぞいや、これ決めたかったな。いや、これ最初知ってたのに、これ、これヘッドあるよ。むずいんだよな。これ前に前に持ってって、いけ。ああ、まだまだまだ。これね、アカウント受けないことも結構大切だから。おぐ、打っちゃう。これどこ。右がすごいことになってる。しゃかってるよちょっと右がまずいわ。ちょっといい感じで、今ここもいいんだけどね。ここ、いや、もう近づかなきゃダメ。コロンビア戦思い出せ。いや、もう体力やめんだけど、マジで。だからお前、それでハイピッチだって。
止まらないんだよ、やっぱり前に行きたいって。オッケーオッケーオッケー。最後あの打つとき、おい、あ来た来た、あ何やってんお前、よっちよっち頼むよ、もうオメフ疲れてんだから和歌山走って寄せろ寄せろ、ヒデもナイスメダー、ナイスオッケー、いいよ、カカ出して前に、そう、どうする、いいよいいよ、これどうすか、うん、あ、いいよいいよ、そう、おもらっちゃえ、まだある、出ろ、あっ、なんでお前こぼれる、お前もらおう、落として、うわうわ、いや、来た、あぁ死なせんだうわぁキーパー強え、ポン、いや来た、これ頼む決めて、あー無理か、すごい押してるな、ぽいな、ちょっと1点入りそうだ、いやこれベールのカウンター怖いよ、これ逆に頼むで、やばい、あこれ裏ね、あここ、いやいや完全にはめ殺してるぞ、いやそこはやめて、うわあ無理か、お前何本、いやシュートラインみたいになってる、あれ無理だから、あそこから打っても入らないから学ぼう、いやもう打ちたくなっちゃうんだよ、ね、俺分かるよ、そうこう打つ場、うん、場詰めない、これ無理なんだよ、枠いってねえ、いやあれ無理か、あれもう無理か、ワイドポジションに変わってくるのか、コンセプト変えてきた、ハードマーク、ほんだ、ちょっと待って、もう疲れてるよ、うん無理だよ、マークすんのそんなに、ワンタッチだな、これほんだ、ワンタッチゲットしたっけ、ワンタッチパスはまだない、えダブルタッチ見せてこいよ、あーこれ怖いな、最後ベイが怖いな、上田がね、二人の上田、上田もう一人いるから、もう一人いるから、あぶねえ、あ、来たよこれ、でも結構決まったりするんやけどな、パスきついな、いやいいよいいよいいよ、めちゃめちゃホンダ今日ボール取られねえぞ、すげえおいいい、嘘だろ、日本代表やこれ、うわーい、逆逆すごい良くない、連携、連携がいいよ、手配で見えんだけどさ、うん、いやこれあるわ、なんかザックジャパンで見てる感じ、あるなんか気持ちが分かる、マジでキーパー疲れてるもん、しんどって思ってるさあ後半行きましょう、さああんま前にそんな突っかけていかないとダメだよ、マジで決めたい、ね、そんな突っかけちゃダメだ、疲れちゃうからベール、ベール静か、あー怖い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 、直通、マジでレジェンドだから、あマジモのレジェンドいるから、オッケーよ、ハードマーク入ってるけど、はい逆もあるからね、はい盛るんで、お、うわーこれ、あー、いやなんかいいね、全員の動きがすごいいい、この皆さんに自信得たんかな、あ、これショック呼ぶ、おお、これ逆に、まあまあまあいい、出してよ、あ、ここカウンター怖いから、まあでも前さ足りてるから、オッケー、ここ、いやいい、ホンダの動きマジ不調なんか、ほんとに一回外、ヒデ、ヒデは、ヒデ、いやいい、ここ打ちてうわー打ったこいつ、あっ、いやいいよもらって、来てる、ハードマーク来てるな、ゆるいな、ハードマークがなんか、おおおっ、あー呼んだ、うわーすごいいいぞ、うわーすごい、あー出ちゃった、なんでこんな時だけパスによく強いんだろう、出ちゃった、シュート弱いのに、いつものケースケでした、何が、いやお前でもすごいいいぞ今、これ評価点がすごいことになってると思う、多分交代しちゃった、うわふざけんなよ、いやミスなかったじゃん、原口との交代、危ない、もう一歩前に、まあそうか、おーオンゴール、やってもうてれないかお前、点を決めればスタミナがあれでもう出れる、もう何本シュート打ったんだよウェールズ、よかったよオンゴール、まあでも勝ちは勝ちですから、これ評価どうなってんだろう、ちょっとホンダの評価、これ点取ってないから 5.5 とかない、それいやでもマジでミスてないよ、お前 7.0 やないかい、これ見て、だから変えられたのは俺たちのせいじゃない、これ体力面だな、体力面、体力面、うん、だってこれ 7.0 っていないよ、いないいない、いや、すごかったよね、マジでよかった、プレイ自体は、お前ホンダかって感じ、その未来から来た感じた、うん、うん、ただその最後のシュートのとこまで再現すなよと思ったよねシュートはもう決めない、じゃなんかね、入ると思ってんだけど入んなかったね、今までのビカマレジェンドで一番ミスがない、なかったね、なんか完璧なプレーだったなと思ったけど、あとシュートだけ本当に、またベンチでレアルでは日本でね、前半出てちょっとそういう自分の見えてない感もあった、その自分の中で前半から出せって言ってたけど、まあ言ってね、
じゃあお前前半から出たところでどうなんやっていう感じの、うん、監督の気持ちがなんか日本代表になって分かったなっていう。ちょっと分かったね。やっぱ前半から出たことによって、あ、俺ってもしかして前半のプレイヤーじゃないって。そういうこと。スパサブつけちゃいますか。うん、あ、でも疲れてる、代表から帰ってきて圭介。うん、やっぱそこら辺も考慮してんのかな。まあチームメイトだったからね、ベイルは。そう、うん、ベイルも疲れてるけど、ベイル出てるやねんけ、お前。イニエスタいるやん、インテルに。フィネスマスター、フィネスマスターがおるよ。フィネスマスター、イニエスタが。あとリシャルリソンもいいんだけど、ベンチに。ということで、まあ、次回はですね、このチャンピオンズリーグの今、準々決勝。でもこっからはもう勝負の日々が続くよということで、まだね、このチャンピオンズリーグとか続くんで、とりあえずリーグ戦終わるまではね、このチーム、そう、銀河系軍団の一員として頑張る、いようかなと思うんですけど、あ、やっぱ代表戦とかやって新たな課題とかも課題見つかったな。まあ本田自身もかなり見つけてるんで、そう、まあそこら辺またちょっと克服して、好評が良ければぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。どうしよう、さらぼう。